君の脳に直接届く妄想のプレイムです。鳴神学園7式次をやっていきましょう。というわけで前回の続きにはなるんですけど、このね8番目の娘が誰か、このマリアンナさんかターシャさんかシェンファさんかから、当ててくださいという話なんですけど、今回ちょっと違う選択肢というかエンディングに行くために、もう早速分かりました8番目はということで答えていきますが、今回はですねサムソンさんにしています。そんなわけなくないって感じなんだけどね。庄司、実に面白い答えだ。なぜ私が8番目だと分かったんだね。というところだが、全くの外れだ。でしょうね。全員娘っていうあれヒントなかったっけ。今お前が実に見事な珍回答をしたことがカルロス様に伝えるとしよう。おとなしくそこで自分のこれからの末路を想像して震えているがいい。そう言って、彼はカルロスさんにそっと耳打ちしました。それを聞いて、カルロスさんは不敵な笑みを浮かべ、何かを伝えました。庄司、お前は運がいい。外れれば自分がどんな目に遭うか分かっていただろうに、あえて私の名を告げたということは、ある意味肝が据わっているか、大馬鹿野郎のどちらかだとカルロス様はおっしゃっている。成人になった時、お前を迎えに来るそうだ。それまで好きに暮らせということだ。約束したぞ。今晩はパーティーを楽しめ。成人になった時だと。果たして僕は助かったのでしょうか。そっか、まだ20歳になってないもんね。確かにその晩のパーティーは盛り上がりました。僕は3人の娘さんたちとそれぞれ踊り、歌い、曲芸師たちのショーに驚き、興奮し、本当にそれは別世界のような出来事でした。ただ、僕は成人になるとともに、カルロスファミリーの一員に加わるらしいのです。そういうことか。もっとも、ファミリーの一員になると言っても、親族になるわけではなく、何か揉め事があった時のための使い捨ての駒なのでしょう。あの時、なぜ僕がサムソンさんの名前を口走ってしまったのか、自分でもよくわかりません。ただあの3人の娘さんの中に8番目はいないような気がしてならなかったのです。そこで思わず、あのボディーガードの名前を言ってしまったんでしょうね。人生とは、何気ないほんの一言が一生を左右することもあるんですよ。坂上くん、口は災いのもとと言いますが、それを忘れずに肝に銘じておくといいですよ。ひひひひひ。カルロスファミリーのになる日。そうだね、高校生だからね。あと何年か後にカルロスファミリーになんなきゃいけない。そんな話、まあ、現代もちろんね、そんな話、なかなかないんでしょうけどかね、国によってあるのかもしれないですけど、なかなか恐ろしい話でしたね。というわけで、別の選択肢にスキップ。はい、というわけで戻ってきました。8番目は誰だっていう選択肢のとこ、さっきはサムソンさんを選んでね、あんなことになりましたが、今度なんと鉄おじさんにしています。とばっちり。僕の答えに、サムソンさんが大笑いしました。そして、カルロスさんに僕の答えを伝えました。そりゃそうだよな、笑うよな。すると、カルロスさんは含みのある笑みを残して、パチンと指を弾いたのです。それを合図に、数名のボディーガードが鉄おじさんを捕まえ、そのまま店のストーンに出て行ってしまいました。おい、俺をどこへ連れてくんだ？庄司、お前何バカなこと言ってんだよ。やめてくれ、助けてくれ。まさかそんな答えをしてくるとは思っていなかったと、カルロスさんも驚かれている。いや、笑っちゃダメなんでしょうけど。ただ、そのような答えを言う言葉の裏には、彼を始末してほしいという意味があると受け取った。実につまらない余興だったが、お前の望みは叶えてやる。てかもう二度と会うこともないだろうし、お前は私の前に二度と現れるべきではない。忘れるな。そう言うと、カルロスさんとその一行は店を出て行ってしまいました。驚くことに、店の従業員も全員、カルロスさんの後について出て行ってしまったのです。後には僕一人が取り残されました。僕は実に愚かな発言をしてしまったのです。あれがおじさんを見た最後になります。新井さんの一言によって鉄おじさんいなくなっちゃったんですけど、誰もいなくなったお店で僕が呆然としていると、翌朝一人の日本人がやってきました。大使館の人間で僕を迎えに来たというのです。そのまま僕は彼に連れられ飛行機に乗せられ、あっという間に日本に帰されてしまいました。家族はよく無事に生きていたと僕を抱きしめてくれましたが、何が起こったのか、それが家族にどう伝わっているのか、僕にはさっぱりわかりませんでした。でもあれ以来おじさんの行方は知れませんし、家族もあれは悪い夢だったというだけで何も話してくれません。ただ僕には分かっていることがあります。それは僕がおじさんを殺したということです。あ、それはね、そうでしょうね。間接的にね。おじさんは生きているかもしれない。そんなことありませんよ。カルロスさんは言ったのですから、僕の望みを叶えると。今になって思うんですよ。あの時、なんで鉄おじさんの名前を言ってしまったのかと。あの時は分からなかったのですが、今思うと僕は鉄おじさんにいなくなってほしいと思っていたんでしょうね。だってそうでしょう。わざわざ日本から呼び寄せた僕に、
小坊主の格好をさせて見知らぬ客たちの見せ物にする、こんな屈辱的な扱いってありますか。おじさんはああいう性格ですから、人の気持ちなんて平気で踏みにじり、他人が傷ついたことなんて気づきもしない。まるで自分が悪いことをしたなんて感じてもいないんですよ。子供の時はそんなおじさんに対して怖いという感情しかなかったのかもしれません。でも怖いという感情にくるまれた憎しみや腹立たしさは間違いなくあったはずです。だからいなくなってほしい、消えてほしい、死んでほしいと僕の心は声にならない叫びを上げていたんでしょうね。そしてカルロスさんはそれに気づいたのでしょう。僕はもう二度とアメリカに行きたいとは思いません。やはり悪いイメージがつきまとっていますから。僕にとってアメリカはトラウマなんです。それにあの店がどうなったのか知りたくもありません。だってそうでしょう、あの店はカルロスさんのものになっているはずです。それを確かめに行ってどうするんです。もう二度と現れるなと言われてるんですよ。それを裏切ったらどうなると思います。カルロスさんは情け容赦のない人です。僕は必ず死ぬと分かっていることに首を突っ込むほど愚かではありませんから。たとえ恥の多い人生を送っても死にたくはない。それが人間ですよ。だから僕は後悔していません。これで僕の話は終わりです。ありがとうございました。連れて行かれた鉄道おじさんかわいそう。まあ、でも本当選択肢によってあれですね、なんかまた行こうと思ってるんですよみたいな話もあったりした中から、もうトラウマで絶対に行かないって言ってる選択肢と、本当なんか人生みたいですね。はい、なんかすごい急にスケールの大きいこと言ってすいません。というわけで次選択肢いきます。はい、というわけでスキップしてきました。またこの8番目をね選択するところに来たんですけど、今度はカルロスさんを選んでいきます。庄司、実に面白い答えだ。なぜカルロス様が8番目だというのだ。理由を答えろ。僕の勘です。3人しか娘を連れていないから。本当は3人しか娘がいないから。3人の娘の年齢を教えないから。サムソンさんの通訳が怪しいからということで、まあこれは何でもいいんですけど、本当は3人しか娘がいないからとかにしてみようか。おそらく13人の娘がいるというのは嘘でしょう。だから僕はそう答えました。僕の答えを聞いてサムソンさんは即答しました。どれもこれも陳腐な答えだ。そんな理由でカルロス様の名を使うなど言語道断。お前の返答は死に値する。カルロス様にお伺いを立てるとしよう。いかなる処刑法で死を迎えるか、そこで想像し震えて待つがよい。そして彼は僕の答えをカルロスさんに伝え、何やら話し合っていました。そしてカルロスさんの言葉にうなずき、僕に向き直りました。庄司、カルロス様からお前に対する処分が下された。余興としては随分と楽しめた。3人のお嬢様のエスコートは無理だが、このパーティーを存分に楽しめということだ。助かったな庄司。さあパーティーを楽しむ。うわ、なんか裏の意味ありそう。果たして僕は助かったのでしょうか。確かにその晩のパーティーは盛り上がりました。僕は3人の娘さんたちとそれぞれ踊り歌い、曲芸師たちのショーに驚き興奮し、本当にそれは別世界のような出来事でした。ただ僕は本当に助かったのでしょうか。あの日以来、3人の娘の夢をよく見るようになったのです。彼女たちは変わる変わる夢の中に現れては僕を支配するのです。そして私たちの中から一人を選べと言ってくるのです。夢の中の彼女たちは全く年を取りません。当然ですよね。僕の記憶の中では彼女たちの時は止まってるのですから。でもね、果たしてそれは夢なんでしょうか。僕にはとても夢の中の出来事で終わるとは思えないんですよ。いつか現実の世界も彼女たちに乗っ取られてしまう。そう思えてならないのです。こんなことを考える僕はおかしいですよね。幼少時にオーランドに行き不思議な体験をした。ただそれだけの話なんですけどね。これで僕の話は終わりです。ありがとうございました。というわけで、不思議な夢のその後はここまでね、短めのエンディングが多かったんですけど、次、最後の、エンディングになるんですけど、それがね、またちょっと一二展開ありそうなんで、ちょっとそっちに移動します。スキップ。はい。というわけで戻ってきました。さっきは、本当は3人しか娘がいないからっていうところを選択したんですけど、これ、4番目、3人の娘の年齢を教えないからにしています。僕が最初に不信感を抱いたのは、カルロスさんが年齢を教えることはできない。年齢を教えれば答えがわかると言ったからです。どうして年齢を教えるだけで答えがわかってしまうのでしょうか。だから僕はサムソンさんにそう説明しました。それをカルロさんに伝え終わると何やら相談し、再度僕に問いかけてきました。なるほど。そこでもう一つお前に聞きたい。カルロ様はどう見ても女性ではない。なのにどうしてカルロ様を8番目の娘だという思うのだ。それを答えてほしい。8
はい、本当は女性だ。8番目という言葉に秘密がある。娘という言葉には別の意味がある。3人の娘に秘密がある。通訳の意味がないから、これはですね、8番目という言葉に秘密があるを選んでいきます。これだけが、他の選択肢は全部ね、さっきと同じルートに行っちゃうんですけど、この8番目という言葉に秘密があるだけ別のエンディングに行くとなってます。だから僕は説明しました。カルロスさんは8番目が誰かという言い方をしたこと、決してどの娘が8番目かとは言わなかったこと、そして娘の年齢を言えば答えがわかると言ったこと頭良すぎるだろこの子供コナンじゃん。本来年齢を教えるだけではこの質問の答えはわかりません。そして教えられたヒントから答えを導き出そうとしても正確な答えがわからないこともありました。この中で一番年上のマリアンナさんが8番目の娘ではないことはわかりますが、ターシャさんとシェンファさんはどちらも8番目の娘になりうるのです。もし本当に僕の正しい答えを導き出させたいのであれば、そんな中途半端なことをしてくるでしょうか。だからあのヒントとは、3人の娘は誰も8番目の娘ではないことを意味していました。となると、やはり8番目という言葉の意味です。カルロさんが8番目の娘と言わず、8番目という言葉を使うとしたら、一体それは誰になるのだろうか。カルロさんなのか、それともサムソンさんの、サムソンのことなのか。サムソンさんが8番目のボディーガードという意味ならば、確かにあるかもしれない。だから僕はそれが怪しいと思いました。でもやはり僕が引っかかったのは、3人の娘の年齢を言うと答えがわかるという言葉でした。そうなると、サムソンさんが8番目というのは当てはまらない。他にどんな意味があるのだろうか考えたのです。それで僕は一つの仮説を立てました。それは、彼女たちが人間では考えられないほどの年齢だとしたらどうかということです。もし彼女たちが数百歳、数千歳だとしたらどうだろう。彼女たちの年齢を言うと明らかに人間ではないことがわかります。その上で8番目という言葉に当てはまるとしたら、もはやカルロスさん一人しか考えられません。あくまでも父親として名乗っていますが、おそらくカルロスさんは彼女たち13姉妹と何らかの契約、何かしらの契約を交わした8番目の人間だということではないでしょうか。僕の予感は、予測は当たっていますか？すごいすごい、正解だ正解だ。こんなに小さいのに偉い。私たちのご主人様になれる。気に入った。使える価値がありそうだ。何？驚いたことに、三人の娘は僕の前に歩み寄り、流暢な日本語を披露したのです。そして、それに続いてカルロスさんが日本語を話し始めました。ヘイ、ショージ、見事に正解を弾き出したのはお前が初めてだ。私がこの謎を解いたように、お前も私の後を継ぐことになる。世界には古くから13人の魔女という伝説がある。彼女たちはそれぞれ気性が荒く、互いが譲らないほどの荒い気性の持ち主だ。そして、彼女たちが争えば世界は崩壊しかねない。そのため彼女たちは自分たちが使える主人を設定し、その主人のために尽くそうというルールを作った。主人に選ばれた者はある程度の長寿になるが、それでも永遠の時を生きる偉大な13人の魔女ほどではない。だから魔女たちは主人が存命中に次の主人を決めるための試験を行い続けているのだよ。私が13人の魔女たちの主人として選ばれたのは、もう100年以上も前のことだった。私はあと何年生きられるかはわからない。だから私の寿命が尽きるとき、お前が新たな9番目のご主人様となるのだ。私の死後、彼女たちはお前の前に現れる。そして、お前を新たな主人として迎え、血の契約を結ぶのだ。そのとき、残りの10人の魔女たちもお前の前に現れるはずだ。お前が何をするかはお前次第だ。彼女を使い、彼女たちを使い、世界を手に入れるか、また世界を滅ぼすか、すべてはお前次第だ。彼女たちは必ずお前に従い、お前のために尽くすであろう。使い方を間違えずに、いい関係を築くのだぞ、庄司。さあ、今日は祝いの席だ。みんな存分に楽しむがよい。この人は、カルロスさんは何をしてきたんでしょうね。その晩のパーティーは盛り上がりました。まあもちろん、滅亡とかをね、させたりするわけでもなく、ただ、ある程度、の世の中を掌握してきたってことなのかな。僕は3人の娘さんたちとそれぞれ踊り、歌い、曲芸師たちのショーに驚き、興奮し、本当にそれは別世界のような出来事でした。カルロさんのあの言葉が真実であるならば、いずれ僕の前に13人の魔女が現れるのです。そして彼女たちは僕に疲れても結構経ってるよね。その行った時からね、10年ぐらい経ってんじゃないの。そう考えたら10年って嘘だったんじゃないかっていうところも出てきちゃうと思いますけど、どうなんでしょうね。これでね、新井さんが逆にこの13人の魔女を当てにすぎて、僕にはいずれ13人の魔女が現れるんだっていう、何言ってんだこいつみたいな感じの展開をちょっと期待しちゃいますね。その時僕は世界を自由にできるほどの力を手に入れるというのですが、
皆さんはこんな話を信じますか？簡単には信じられませんよね。いいんです。僕自身信じられませんから。ただ、いえ、やめておきましょう。僕の話なんて聞き流してもらう程度でちょうどいいんですから。これで僕の話は終わりです。ありがとうございました。なるほどね。13人の魔女。はい。というわけでございまして、このね、鉄王子さんシリーズは全選択肢を見たってことでいいのかな。結構今思えばジャンケンおじさんの話とか全然ね、話の展開が変わってくるんですけど、面白かったですね。はい。というわけでまた次回別の話でお会いしましょう。プライムでした。バイバイ。